ごきげんよう、マナトです。トゥームレイダー、ディフィニティブエディション。続きをプレイします。雪山。景色はすっかり雪山ですね。電波塔の一番上を目指しております。で、今キャンプを見つけて休憩したところですね。なんか落ちてる。計画が固まりつつある。この島に潜む力を解き放つには、まずこの島で過去に何が起きたのかを理解しなくてはならない。研究するための時間と場所が必要だ。この島には謎が多いが、その最たるものは古代日本の遺跡と謎めいた一人の女王だ。すべてはこの女王から始まったのだ。おお、血迷った男の日記。マサイアスの日記ですね。一番最初にサムと一緒にいた教師を名乗っていた男性マサイアス、あの人がどうも今敵対している襲ってくる人たちの組織のトップにいるっぽいかなりヤバい人物。今までの印象だけでも計画が固まりつつあるってどういう意味だろう。そして日本の遺跡、この邪馬台国の文化がどうやらこの島残ってたようですけど、謎めいた一人の女王、まあ卑弥呼のことでしょうが、この島に潜む力、儀式みたいなこともなんかちらっとお仲間のお仲間の人たちから漏れ聞こえていた話によれば、儀式も行ってるっぽい。何をしようとしているマサイアス。あ、ネズミさん、ネズミさん、あ、食料枠だな。やっぱ食料枠だな。素早すぎる。ふっ、これ銃じゃないとダメかな。うわあ、命中。カラスとか鹿よりも捕まえるの難しい。こういうの想定してなかった。逆向き逆向き、すごい。よいしょ。電波塔、この上に行かないといけない。通信室がもう死んでて使えなかったので仕方なく。よし、登ろう。第二次大戦頃の建物らしくて、いつ壊れてもまあおかしくないと。まあおかしくはない。まあやっぱこういう展開ですよね。これ降りるとき大変じゃないかな。登ったはいいけど高すぎるんよ。いい眺めだな。あ、帰り道ありそうだな。ロープが張ってある。やめてーやめてー。カメラワークも毎回のことながらいい仕事してる。怖いよこれ風に煽られたらふわっと行きますよ。ふわっと、途中ない。ララ果敢すぎる。飛ぶ、もしや飛ぶ。あ、いや、あ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 、お、折れる、折れる。すごすぎる。怖い。絶景。絶景よ。
ックス。ララ。パネルがあった。よし、それで送信機のシグナルを増幅できるはずだ。オッケー。まず非常用チャンネルに合わせて無線機がシグナルを受信したら救難信号を発信するんだ。ララ、うまくいくようにみんなで祈ってるからな。ありがとう。チューニング。注文。ノイズ調整。現在の状況と位置情報を通信後、応答があるまで待機してください。メーデー、メーデー。オッケー。こちらエンジラス号のクロフト。ドラゴントライアングル内の島に足止めされてる。救助と医療品を求む。応答せよ。お願い応答して。メーデー、メーデー。こちらエンジラス号のララクロフト。こちら N177A。つながった。船からの救難信号を傍受し、捜索を続けていた。やった。もうダメかと思ったぞ。こっちもよ。大まかな位置は把握したが、目印が欲しい。あ、了解。やってみる。すぐそちらへ向かう。以上。ララクラフトはヒーローだぜ。レイエスが笑ってるの初めて見たぜ。OK。 目印になるもの。火を焚くには燃料が。すんなり降りてきた。あ、いや帰り、いや帰り道はあるけど、角度が垂直とは言わないけど、だいぶあの、おいっとけー、怖いよ。なんとか降りられた。もうロープ切れちゃってる。一度きりの。ひゃーん。目印。いや、すごいな。生きてたのか。半信半疑だった。割と早く救難が遅れてよかったな。これなんだ？燃料タンク。燃やし尽くすんだ。火をつけるにはどうしたら。火をつけるには、ご遺体撃たれた。またもご遺体。ここはなんだ。ここもなんだろう、基地みたいな、中継基地みたいな。天才か。天才か。発火装置。これで火をつけられる。あー、ララクロフト天才か。サバイバル技術。弾落ちてるけどいっぱい持ってた。ファイヤー、爆発する。来た。早い。なんで撃ち落とさない。違う、ごめん。おお。いやいや、危、なんでこっちに来るの。これ自分で操作しないといけないやつ。危ない。
よく避けられたな。危ない、まだまだまだ操作しないといけない。危ない、痛い、危ない。やってくれるぜ、やってくれるぜ。あ、久しぶりでしたね。一番最初の洞窟でもなんかこういう目にあったような覚えがあるな。断崖の村、おー、ごめんね、ごめんね、ごめんね。空中ブランコ、空中ブランコ、あ、しまった、危ない。なんだここのドラゴントライアングルのせいなの、さっきの落ちてしまったのって。あ、助け、あ、しまった、迷いが生じた。ドラゴントライアングルのことなんか考えただけで墜落させる力があるのか。バミューダトライアングルばりの、あー、オッケー、おっと、なんで何が起きてる、崩れそうなの。おー、目印は白いラインな、うわ、今回はあれか、探索パートじゃなくてアクションパートなのか。あぶ、しかもどんどん崩れてるからこうゆっくりもしてられないっちゅう。また怪我、おー、やばいやばい、パイロット、パイロット、なんで私もボスじゃないんだ、普通に出てくるんだこの人。前回戦った戦い方は分かっている。倒せたけど、パイロット、パイロット、あ、ダメか。あー、せっかくパラシュートで逃げたのにね。すまぬことだ。おー、自由に火がつけられるって素晴らしい。他のエリアとかで燃やし損ねてるところもサルベージできるようになったということか。へえ、日本の香りがしますね。あー、すまない、名前も知らないあなた。おのん、なんだこれ、ちっちゃい旗みたいなのが。パタパタ、キャンプな、会いたかった、キャンプ。目に焼き付いて離れない、雲一つない青空に突然嵐が起こって飛行機を墜落させるなんてありえない。そう、ありえないの。何か原因があったはず。それが何なのか私にはまだ分かってないだけ。はあ、はあ、この島の力ってそういうことか。ドラゴントライアングル、あ、謎は全て解けましたぞ。多分人工的に嵐が起こせるのか。ああ、それで近づいてくる
船とか飛行機とかを落としてるってことか。でもその力ってこの島の中だけしか効果がない。もしも世界中でそんなことができたら。急に黒い雲が出て救助の飛行機があっという間に飲み込まれたの。ならよく聞け、墜落はここからも見えたから距離は近いはずだ。とにかく無事でここへ戻れ。わかった、すぐ向かう。ロスと合流しろ。これファストトラベルで戻ったりまあそんなことはしませんけど、ってかできるのかな。険しい道のりってもうここまでがここまでがもうなんか木の実っぽいものが見えたから。おお、こっちにはサルベージの箱が。いやー、歩いてるだけでほんと危険と隣り合わせだなぁ。オッケー、危な、機銃みたいなので撃たれてる。ロープ、アロンシュート。おお、なになに、あ、すごっ引っ張って足場崩すって天才か。こんな戦い方あり。あ、そっか、敵の隠れる位置、場所をなくせるのか。あ、ボマーがいるぞ。燃えろ、燃え、痛い、私が燃えちゃ、ここでちょっと怪我を。うーわ、あの遮蔽物をこうしてこうじゃ。これでも隠れる場所はないぞ。オッケー、登る方法があるはず。お、ロープアロー。この今あの出てるヒント、大体こう普通は何かに引っ掛けてで自分が登っていくイメージじゃないですか。それをこうグイッと逆に引いて足場を崩すとか、天才の発想なんですよ。ララクロフト、さすがすぎる。かっこいいお姉さんやで。よいしょ。あっちにあるのは、おお、飛べた、やったー、よいしょ。おお、よいしょ。今日はよくもやってくれたわね。なんかやっぱり東国、日本に近い島国のせいか風景が全然違和感ないんですよね。見慣れた感じなんか普段目にするような植物って感じだから
にロープをかけられそうね。あ、支柱の近くね。こうか。すごい。そして自らをこうやって登っていく電波塔で見せたあの技を。ほんと身体能力もすごい。私の下の能力はもうダメダメだけど、すごすぎるんよ。アクションに感動してしまうゲームだな。おっとっと、こっち側からはいけない。偉人超人じゃなくて生身の人間が冒険してるってところがいいんですよね。自らの肉体を使ってめっちゃガンガン頑張っていくみたいな。これは支柱が近くにあるとあそこも登れる。おう不可逆じゃないんだ、ちゃんといける。あ、このピロピロピローの旗、こういう箇所が何箇所かあるんだろうな。あー、一度に使えるロープは1本か。でも鳥居にあんなぐるぐるに紐巻きつけて大丈夫なのかな。紐っていうかロープ、これ何、何か動物の皮、穴が開いてたから貼り付けてあるだけ。なんかいっぱいあるな。インテリアかな、おしゃれ、おしゃれインテリア。はあ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 、アイスイアイスイアイスイ。これ直感で分かるのいいな。いやいやいや銃でこう壊すのじゃなくてロープで引っ張る。火打ち石みたいにこうシュッとナイフで、ピッケルとナイフで火つけるのってかっこよすぎる。あ、待って、これは敵じゃない危ない。無事でよかった。船長、お互いにな。さっきまで何ともなかったのに急に嵐が襲ってきた。気配すらなかったのに。いや、お前のせいじゃない。私が救助を頼んだから。だが別の方法を探そう。メーデー、メーデー、うん、こちら N177A 副操縦士ジェソップ。もしもし、副操縦士、応答して。不時着時に重傷を負った、緊急救護を要請する。こちらクラフト、聞こえますか。発煙筒を焚いた、誰か救助を。発煙筒、ダメ、聞こえてない。助けに行かなきゃ。ダメだ、煙が見えてる。今は仲間のことだけ考えろ。サムが見つかり次第合流しないといけない。でも見捨てるなんて私にはできない。助けに行かないと。時には犠牲も必要になるんだ。全員は救えないんだ。そんなことは私だって分かってる。いや、お前は分かってない。犠牲とは自ら選択することだ。失ってから受け入れることとは違う。見殺しにするなんて私にはできない。ララ、それでこそ僕らのララだよ。犠牲と両親の狭間で。副操縦士、今行くぞ。副操縦士、てか船長、そっか、ここまで移動してきてたから、仮にキャンプからキャンプへ飛んでても会うことができなかったっていうことか。いない。うわぁ、おっと、だが命令だ。俺は飛行機の様子を見てくる。遺跡の方は任せた。弓使いがさ、すぐに取り掛かるよ。手をかせ。秒で見つかっちゃった。後ろの人から順々に静かに。誰か
聞こえる？ロス、サイレントキルするつもりだ。そっちの状況は？集団の後をつけたら町みたいなところに着いた。この島は異常だよ。こいつらの目的は何なの？さあな、知りたくもない。サムとホイットマンは見つかったか？いや、ララとは一緒なの。ああ、これから山を降りてそっちと合流する。了解。こっちももうちょっと近くへ行く。無線はオンにしといて。ホイットマンが怪しい。すり鉢とすりこぎ、多分薬草をすりつぶすための道具ね。おお、よく調べると隠された何情報が明らかになります。すり鉢に骨のかけらが残ってる。動物の骨だといいけど。動物だといいな。さっきウサギみたいなのが、あ、やったー、弓パーツ2つ目だ。これで強化できる。あー、よく見えるな、高いところからだと。発煙筒、副操縦士チェソップさん無事か。チェソップさんどこにいる。チェソップさん、発煙筒がこうこうと焚かれてる。おー、いいな、気軽に火が灯せて超便利だ。あの村だけかと思ってた。旗は燃やせぬか。ああ、何気に火を、心臓がキュッとなる。指示に従わない。こういうところに隠れたトゥーム、お墓が、あ、これ一回来たことあるか。ああ、ウサギさん、ウサギさん、ウサギさん遊ぼうよ。ウサギさん、ウサギさん遊ぼう。すまぬな。うわあ、すまぬな、すまぬな。煙が見える。敵方も気がついているだろうから慎重に。ここ遠すぎるか。遠すぎる。手袋もしてないのに、すごい。私だったらもう手汗でスルースルーっていきそう。あ、これは壁登りの時間だ。いろいろできるアクションがいっぱい。せかすなって。あ、おトイレ中。よし、行くぞ。この島から出られたらお前何して。うまいもん食うよ。あ、そりゃいい。いいですね、自らこうフラグを立っていくスタイル。やっぱりあの動物が一番命を落としやすいタイミングって食事と、まあ、排泄してる時とね、よく言われますけど。この島が出られたら、なんかさっきは外から来るものに対して、まあ、嵐を起こして落として、それで物資とかを得るかなと思ってたけど、逆に何だろう、計画ってどこまでが計画なんだろう。それこそ島のを出てその力で世界を掌握することとか、何を企んでるんだろうな。てかこれなんだろう。気になるな。ちょっと探索してみるか。ひゃっはー、シークレットトゥームだ。発煙筒の副操縦士のあなた、ちょっと待っていて。トゥームをレイダーするのもララのお仕事なので、お仕事の役に立つので。
さあ今回はどんなギミックかな。風がすごい吹いてる。また何かの儀式。風がすごいな。吹き抜ける風が激しい。海風。おお、つながる。うー、即位の広間。こんなところに世を建てる。まあ意味のある場所なのだろうな。キャンプだ。やったー、リカーブ棒。即席の弓からついにちょっと名のある感じの弓に持ち帰ることが。やった、スキルポイントも入ってる。これで5つ目だから次のレベルがアンロック。うわ出た、ピッケルを武器として使える。ついにこじ開けるとか道具として使っていたピッケルで対人戦ができるように。おー、あーいいですね。早くスキルポイント貯めたいな。新しい弓、あ、かっちょいい。なんかすごいですね、装飾もついてて本当に弓らしい弓だ。キーホルダー、最大まで鍛えてみようかな。サルベージ頑張ろう。即位の広間、ギミックが難しくなければ。このかつての邪馬台国、邪馬台国の技術すごい。めっちゃ風に、風を止めてる間に、風を止めてる間に、あーなるほど、これが風よけになってるから。あーそういうことか、理解理解理解。移動速度が上がらないからな、これ。めっちゃ気持ちいい。飛ぶ飛ぶ、うん、うわできた。あ、綺麗ね。綺麗ね。ここも巨大遺跡の一部だった。風が全然吹いてない、それだけで嬉しい。最高。やったー。
ハンドガンのパーツだ。おお、アイテムの場所が封鎖される。苦労して登ったからなんか降りるのもったいない。よいしょ、キャンプへ戻るぞ。ものすごい風吹いてる。スキル何か取っておこうかな。ハンター、ハンターとファイター。あ、これすぐに次のが出るか。サーズショット。おお。ヘビーリフター、ああいいものだな。おお。経験値も、いや、いいスキルばっかりやろな。はい、ということで今回はここまでです。日記とかドキュメントを読んでて思ったんですけど、島に隠された秘密、今までの文献の中身から考えるに、卑弥呼、嵐の咲き森とか記述があったので、まあおそらくはこの島にある特殊な力は、その嵐を意図的に起こすことができる力なのじゃないかなというところはなんとなく察せられるんだけど、じゃあそれを使って何を企んでるのかが問題ですね。生き残ってる他の仲間たちもどうやらもうおのおのこの島にいる人たちやばいっていうのは無線から漏れ聞こえる内容で、なんか情報共有できてて気づいちゃったかっていう。ああ、でもせっかくあんなに頑張って電波塔から救援信号を送ったのに、あっさり飛行機落ちちゃうところが、まあらしいっちゃらしいかなと。アクションパート多めでしたね。探索が今まで結構多かったので、あの敵対シーンとあのバトルシーンとね合わせて多かったんで、なかなかいい塩梅、いいバランスじゃないですかね。多様な遊び方を秘めているゲームだなとつくづく。直感とひらめき、そこへほんの少しの勇気、本当に冒険してる感がすごいです。はい、では次回また続きをプレイしていきたいと思います。副操縦士の方、早く安否の確認を敵よりも早く見つけて合流したいなと思います。ではここまでご覧いただきましてありがとうございました。マナットでございました。ありがとうございました。